ギャルの発祥地だ。決してお金の問題じゃない。もう行かない。チャンネル登録お願いします。ファインディング。渋谷に着きました、うん、ここはどこ。全然私もわからない。もう私の知ってる渋谷じゃないんだけど。もう工事現場だ。これはどこ。有名な交差点あるじゃん。あっちに行ってみよう。あの犬だ。私の友達だ。犬年だもんね。何ちゃんだっけ。ハチ公だよ。ああ、ハチ公ちゃん。ハチ公じゃないよ、ハチ公だ。ああ、ハチ公は夜のハチ公か。意味がわかんない。何これ。え、このスクエアはなかったよね。これなかったよね。なんかすごいさ、流行ってるスポットがあるんでしょ。18年前ぐらいに住んでたんだよ、ここら辺に。そうなんだ、5歳ぐらい。うん、近い。お、すげえ。すごい。お、すごい。もうここからすごいじゃん、もうすでに景色が。お、じゃあここ無料だからここでいいんじゃない。でも私たちは渋谷に何度の台だから登らないと。2000円もかかるよ。そう。おう、やめよう。ゼリー、もう7時からしかないんだって。あ、そうなんだ。そんなに大人気なんだ。夜も綺麗ですか。そりゃそうでしょ、東京だもん。ここでいいんじゃない。もう高いもん。14階は高い。上は何階。上は何階、わかんない。この上は何階ぐらい。46階。台湾には101ビルがあるからいいか。そうだよ。決してお金の問題じゃない。次回もうちょっと早くね、予約して。だから見たい人は早く予約した方がいいですよっていう情報だけお伝えして次行こう。今は冬だからギャルいないな。残念。渋谷交差点だ。私も初めて日本に来てこの交差点に来たらめっちゃびっくりした。もう20歳の頃さ、東京といえば渋谷しか思い浮かばなくてさ、渋谷で家探したんだよ。こんな人多いところに。今だったら考えられない。やっぱり。じゃあまず私の友達と挨拶しようか。はい。あ、取れた。久しぶり。本当に全部変わった。周りはここを通ってたの。ここ通ってた。本当に最寄り駅が渋谷駅だったから、家に帰るときはここ通って帰ってた。めっちゃ混雑じゃん。本当だよ。ギャルの発祥地だ。チェリーさん、ギャル好きなの。好き、大好き。あのパン屋さんはさ、18年前からあるわ。食べてた。いや、高いからあんまり買ってなかった。怒るよ。めっちゃ並んでるよ。パンめっちゃ美味しそうだよ。本当だね。何食べる。1個でいいや。1個食べる。フランス。フランスパンが有名かな、ここね。すごい、しかもあそこで作りたてだよ。バケットのサンドイッチ1個、1470円。高っ。高級。こんなに有名なの、この店。なんかパリのお店なんだって。で、パン好きの人が東京で一番バケットが美味しいっていうぐらい美味しいお店なんだって。公園で食べる。はい、公園行く。この道沿いなんですよね。懐かしいな。その当時なかったお店もあるし、その当時からあるお店もあるし、変わってるところと変わってないところがあって、本当にさ、初めての一人暮らしでさ、ドキドキしながらここを歩いてたからね。東京のことはあんまよくわかんない時に住んでたから。ここだよ。あ、違うわ。え、ここだったよ。なんか変わってる。え、え、本当にここに住んでたの。ここに住んでた。いいところだね。そう、その時新築だったの。ここ家具屋さんでさ、その時で、下がね、豆腐屋さんだった。今は居酒屋だけど、いろいろ変わってる。そうなんだけど、公園は。公園は代々木公園だから、まだもうと向こうだよ。代々木公園まで歩くの。そう、代々木公園まで何分ぐらい歩くの。20分もかかんないぐらいじゃない。タクシー乗ろうか。なんで、歩けるでしょうよ。映画館本当になくなっちゃったのかな。ミニシアターみたいな映画館があったんだけど、コロナだったからね。いろいろ変わったな。そりゃそうでしょ、私の体重も変わったよ。それは日本で食べ過ぎだからでしょ。あのお肉屋さんは昔からあった。自炊してたな。コンロが IH が1個しかないから、何にも作ってなかった、その時は。まあしょうがない、ギャルだったもんね。ギャルじゃないよ、なんでギャルキャラにしたいの。全然ギャルの要素ないじゃん、私。そっか、渋谷言うとギャルだもん。お、バイク屋さんだ。東京でバイク屋さんやると大変だな。なんで。だって見つからないじゃん、誰がバイク乗ってるの。台湾でやったらもう大盛況だね。
台湾はめっちゃ忙しいのにいつ食べれるんですか。15分ぐらいじゃないかな。まだ15分。東京なんで30分ぐらい歩くの普通だから。ちょっとタクシー呼べよ。いやいや、自転車あるじゃん。あ、すごいね。これ好きな場所で借りて好きな場所に返す。ちょっと乗ってみてよ。こんなオシャレなの乗れない。私違うよ。私の昔の生活を振り返るから歩きたいんだよ。懐かしさを感じながら歩くの。だってその当時あんな電動キックボードみたいなかっこいいものないからね。台湾人はちょっと歩いたらさ、なんか乗ろうとするよね。これはちょっとじゃないでしょ。台湾料理屋さん、ここも昔からあるお店じゃないかな。残念、本日はもう終了しました。あ、本当だ。みんな早いな。あ、見て、ジェリーの好きなローイエンだ。本当だ、食べてみないと。ローイエン王の東京編。あ、代々木公園だ。はい、こっちです。見えてきた。ほら、そんな遠くないでしょ。遠い。日本人に気をつけよう。バイクね。台湾の交差点は1階の信号待ちでもう100台ぐらいのバイクあるのに1キロもあるんだけど。超近いじゃん。1キロなんてすぐだよ。もう30分ぐらい歩いてたんだけど。そんなに歩いてないでしょ。25分ぐらいじゃない。一緒やん。代々木公園にやってきました。よく来てたな。来てた。やっぱりここに来ると癒されるっていうかね。ゆっくりしたい時にこうやってパンとかをお弁当おにぎりとか持って食べたりしてた。やっぱねこういう場所はね必要ね。引っ越したら早く食べさせてくれ。では先ほど買った美味しいバケットのお店のサンドイッチをオープン。フランスの高級バターとチーズと生ハム。1400円。本当？なんか突然フランスな感じ。本当？いや、ないと思うよ。いただきます。めっちゃカリカリ。めっちゃ小麦のいい香り。どうですか、18年ぶり食べて。18年前食べてない。その時は、あ、本屋さんだぐらいしか思ってなかった。で、調べたら、え、東京で一番バケットが美味しいお店ナンバーワン、え、食べたいってなる。だからさ、スマートフォンって大事よね。便利になったね。じゃあ今日のテーマはスマートフォンが大事。違う、私の状況物語。うん、でもさ、バターが美味しい。これ違うよ、多分フランスの輸入バターだよ。なんかさ、おしゃれな食べ物だったのになんかいきなりインヤン三民ツーな感じになってきたね。これは有名なデザイナーシッタンプリースの作品だよ。これ本当に全部桜なの。桜じゃない。春になったらさ、ここの下にレザーシート引いて日本人はお弁当とかお酒とかを持って飲みながらお花を見るわけ。お花見、日本の伝統的な文化です。日本のどんな文化でもお酒飲むね。日本人はさ、お酒飲む前と飲んだ後ちょっとテンションの上がり方が違うから、お酒飲んだら、ね、本性が出るっていうかさ、もう楽しい雰囲気もわーって出せるじゃん。プレッシャー発散。はい、原宿まで歩いてやってきました。原宿も変わったな。そうで、2軒目は原宿の方に住んでたんですね。なのでそっちの方に行ってみましょう。原宿駅の表参道口もね、こんなんじゃなかったもんね。そう、昔はこんな感じだった。ギャップだったのになくなった。ハットコスメとイケアというユニクロになって、また買い物の天国やん。こっちにさ、私よく行ってたラーメン屋さんある。ラーメン食べる。ハッスーリー、ラーメン食べよう。すごい、めっちゃ混んでる。相変わらず。相変わらず。ミニにしようかな。ミニにする。すごいな、昔も決済はなかったな。お金を払ってるところはめっちゃ美しいね。褒め方おかしいよ。もっと払ってください。いただきます。柚子の香りが濃厚でさっぱり、でもコクがあってこっくり、絶妙です。夜遅い時間でもペロリって食べれちゃうんだよね。街は変わってるんだけど味は変わってない。うん、これを食べるとそうだね、あの頃東京で頑張ろうっていう気持ちだった時を思い出す。柚子塩ラーメンのこの炙りチャーシューが私の定番です。ここで炙ってるわ。鶏肉のチャーシューもあるんだけど、脂が乗ってる豚の炙りチャーシューが最高。あとどのぐらい歩く？すぐすぐすぐ、ほんとすぐ。もうちょっと向こう側だと新宿だな。そうそう、新宿もね歩いていけるよ、すぐ。まだすぐ、こいつ。ほんとすぐ、す
すぐだよ、渋谷原宿、新宿なんてすぐ歩けるよ。もう行かない。本当に。もうここで終わり。チャンネル登録お願いします。ファインディングへ。